快感10号により、ナイロン6を合成するために使用される、カプロラクタムナイロン6、または、ポリカプロラクタムは、IG ファルベンインドストリーのポール・シュラックにより、開発されたポリマーであり、製造における特許を侵害することなく、ナイロン6、6の特性を再現する、半結晶ポリアミドである。他のほとんどのナイロンと異なり、ナイロン6は、 縮号10号ではなく快感10号により形成される。これは縮号10号と負荷10号の比較において特別な場合といえる。ナイロン6、6との間の競合とその例は合成繊維産業の経済を形成した。パーロン、デデロン、ニロトロン、ケプロン、ウルトラミド、アクーロン、ケープロンやドリサンなど多くの商品名で販売されている。 これにおいては1942年にアミランと命名された。ナイロン6は、重合するときに、小物マーや安定剤を使用して新たな、分子サマッタンや、肝能元を導入することで、反応性や、化学的性質を変えることができる。これは、多くの場合、染色性や、難燃性を変えるために行われる。ナイロン6は、カプロラクタムの快感重合により合成される。 カプロラクタムの炭素数は6であるため、ナイロン6である。カプロラクタムを、窒素の不活性雰囲気中で、約533系で約4から5時間加熱すると、缶が壊れて重合する。その後、溶融した塊を、防止口金に通すことで、ナイロン6の繊維を形成する。重合の時に、カプロラクタム分子内の網戸結合が切断され、両側の活性器が、 新たに二つの結合を形成して、モノマーが、ポリマー骨格の一部となる。網戸結合の方向が、結合ごとに逆転しているナイロン6、6と、こと、網戸結合がすべて同じ方向にあるナイロン6は、ナイロン6、6と似た構造を持つ。ナイロン6繊維は強靭で、高い引っ張り強度、弾性、光沢を持つ。シワになりにくく。 耐摩耗性に優れ、酸やア,アルカリなどの化学薬品にも耐性がある。水分を2.4%まで吸収することができるが、その場合は、引っ張り強度が低下する。ナイロン6のガラス点に温度は、摂氏47度である。合成セミであるナイロン6は、一般的に白色であるが、製造前に、溶液層で染色することにより様々な色に、することができる。 粘り強さは 68.5GF、デニールであり、密度は 1.14g マイリッポセンチメートルである。油点は摂氏215度であり、平均して摂氏150度までの熱に耐えることができる。フラボバクテリウム SP とプソイドモナス SP はナイロン6のオリゴマーを分解するが、ポリマーは分解しない。ある種の白色不休菌はナイロン6を 酸化分解する。脂肪属ポリエステルと比較して生分解性が悪い。その原因として、ナイロン分子左官の水素結合による強い、左官相互作用があると言われている。ありがとうございます。